第2弾ライズライトヘビー級王座決定戦、南原健太 VS コントゥアライ JM ボクシングジム。皆様ありがとうございました。どうぞお座りください。両国の国歌が演奏されました。それではただいまより本日のメインイベント、第2弾ライズライトヘビー級王座決定戦3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー170センチ、 89.3キログラム、 JM ボクシングジム所属、 IMSA 世界ヘビー級王者、コントゥアライ JM ボクシングジム。コントゥアライ JM ボクシングジム。赤コーナー186センチ、 86.8キログラム、極真会館所属、ライズヘビー級3位ナンバラーケイタ。赤コーナーライズヘビー級3位、極真会館所属、ナンバラケイタ。さあ、この試合の放送席です。第4代の勝者にはこちらの皆様を贈られます。宮城大輝さん、そしてライズクイーンアトム級初代王者モギヨネさんこと モギさん、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ宮城さん始まりますね、はい、まあ新しいですね、ベルトが第2代ですからね、はい、ぶりにこの階級が動き始めるということになります。ワンアタック、ワンキャッチ、ワンアタック連続やったら反則になるから、ただパンチのこれはダメですよ、1回で。これボクシングとして全部あのキャッチね、1回ね、コントロール、こうコントロールすぐだからね、ですね、オッケーね、じゃあ一緒にしてるとまで戦いが見たくなっちゃいますね。そういうことになりますね。一撃必殺、倒すか倒れるか、この重量級ライズの新しい時代がこの試合からまた幕が開けるということになります。南原健太か、それともコントゥアライジェーンボクシングジムか。第2代ライトヘビー級王座につくのはどちらのファイターということになるんでしょうか。ライトヘビーが始まりました。グローブに赤いテープを巻いているのが南原健太、そして青いテープがコントゥアライです。身長差では170センチのコントゥアライ、186センチ南原健太、16センチ南原健太の方が身長では上回っています。大きく出していったのは南原。会見では宮城さん、身長差はコントゥアライは全然問題にしていないという話もしていました、はい、まあ、前回の対戦相手も結構大きかったですね。そうなんですよね、はい、まあ、本当にこのキックボクシング、ムエタイ、さらにはボクシングで世界を取っているというコントゥアライ、その技術というのは前の試合でも本当に存分に見られましたよね。ラウンドって考えると、まあ、その長いのはコントゥアライ選手も慣れてるのかなと思いますけど、なるほど、まあ、ラウンド選手が確かにいつもより行ってないなっていうのはちょっと感じますね。3分5ラウンド無制限延長ラウンドでの試合ということになります。前回は振りが多いですね。ワンフックだ、ツー、スリー、フォー、フォー、シックス、セブン、笑いますよ。いや、このコントゥアライ試合中ずっと笑顔この辺りというのは前の試合もそうでした。いや、森さん、この笑顔っていうのは相手にとっては非常に不気味に見えますよね。そうですね、1ラウンド目に打ったダウン取ったんで、もうなおさら笑ってくると思うんですよ、はい、いや、宮さん、はい、一撃必殺ですね。そうですね、あの倒れ方してるのに冷静なのがさすがですね、はい、全然ゴラを戦うつもりですけどね。南原健太、いきなり第1ラウンドでダウンを奪われました。ただここから巻
くことができるか。まだ試合は始まったばかりです。今回のトーナメント自分が取らないといけないという話もしていました南原健太。ラスト30秒。さあ会場から大きな健太コールが上がっています。これ宮城さん、ダンマンどうですかね。ありそうな感じ。第1ラウンド終了ですが、はい、ここで第1ラウンド終了。第2代ライズライトヘビー級王座決定戦3分5ラウンド未制限延長ラウンドです。こちらはいきなり1ラウンドでダンを奪ってきました。いや、この左から右、うまかったね。打ち分けが。でも前回このフェルナンド選手、はい、フェルナンド・アルメイダ、はい、選手に断られて、ちょっとバックホームに結構入ってます。ジャッジ永瀬、ジャッジ佐藤、ジャッジ大沢、倒れなかったですね。10対8フェルナンド・アルメイダ選手、本当に荒井選手を支持しています。いや、でもただうまいですね、コンビネーションね。あれですね、タイトルマッチだからオープンスコアシステム。なるほど、はい、先ほどの第1ラウンドはコントアラがダウンを奪っているので10対8ということになりました、はい、さあ第2ラウンドが始まりました。身長の低いグローブに青いテープが巻いてあるのがコントアラ、そして赤いテープが南原健太です。現在ライズヘビー級3位にランクされている南原、インターバルでダメージがどこまで回復しているか。野口さん、このあたりというのは大事ですね。そうですね、ちょっとぼーっとした顔してたので、もしかしたら効果かもしれないですね。ここはコンビネーション、ナイスからキック、そしてマフィリー、ただこの笑顔だ、コントアライ。いつもよりもちょっと距離が近いと思うので、さっきみたいな蹴りが入る距離楽しいです。あ、なるほど。見せていきますコントアライです。あ、一発一発が宮城さん、はい、音が重そうですね、コントアライ。アッパーから左利き、ただアッパー返してきたコントアライ。おー、ワン、ツー、ダンスインガッシンセガコントアライ、ファー、スリー、セブン、エイト。いや、宮城さん、ダウン取り返しましたよ。取り返しましたね、おい、まだ効いているか、コントアライちょっと裏向いているかな、このパンツが来てるだ。おい、倒していった、コントアライ健太。第2ラウンド、
くありましたね、これは。よくあったですね。それでは見事第2代ライズライトヘビー級王者となりました南原健太選手に、ライズ代表伊藤隆より認定賞が贈られます。面白い選手ですね、見たくなっちゃいます。あの笑顔は何かこうね、はい、まあ、見ている人は引きつけるような感じになりました。そして第2代ライズライトヘビー級王者に認定賞新大官南原健太となりました。南原健太、令和5年8月18日東京後楽園ホールにて行われたライズライトヘビー級タイトルマッチにて見事勝利し、新王者についたことを認定し、ここに勝します。王者はいかなる時でも王者だけではならない。令和5年8月18日ライズコミッション小川清美代読代読ライズクリエーション株式会社伊藤隆、おめでとう。このチャンピオンベルトが南原健太の腹に分かれていきました。皆様どうぞ盛大な拍手をお送りください。自分は取らないといけないトーナメントだ、そう話していた南原健太、有言実行。第2代ライズライトヘビー王座に着きました。岩本製作所様より記念トロフィー、またフィットネスショップ様よりゴールドジムホエイプロテインが贈られます。おめでとうございます。いや、いいっすね、この雰囲気。そうですね、いや、宮城さん、また新しい歴史が動き始めましたよ。はい、ここからっていうことになりますからね。そうですね。逆にライバルいるんですか、ナンバー選手。まあ、そう考えるとグローリーとの戦いっていうのも見据えながらってことになりますよね。海外勢ですよね。そか、グローリーがいたか、はい、大ボスがいますよ。いましたね、はい、まずは日本の頂点に立ちたい、さらにその先世界を見据えているという話もしている南原健太です。スターになるっていう言ってましたけど、言ってましたね、一瞬で一試合でしましたね。見てましたよね。すごいですね、しっかり今年で見せましたね。壮絶な試合でした。ラウンド応酬となりましたが、結果的には2ラウンド KO 勝利ということになりました。新王者南原健太選手にコメントをいただきます。お願いします。おっす、本日はたくさんの応援ありがとうございます。僕は4歳から空手を始めまして、今で25歳になるので21年目にして、このような大きいタイトルを取ることができました。僕はここでまだまだ止まらず、これから先もっともっと羽ばたいていきます。ライズのライトヘビー級は南原健太に任せてください。皆さんついてきてくれますか。まず、ここまで育ててくださった親父、そして極真会館に、僕を4歳から育ててくれた川本支部長、そして歩美先生、僕をチャンピオンにしてくれてありがとうございます。本当に入場した時からたくさんの皆さんの応援が僕の力になりました。最初倒されて僕も気持ちすごく焦って、戦ってる時に負けそうに、気持ちも負けそうになりましたが、みんなの皆さんの応援が
僕の背中にありました。本当にありがとうございます。僕はこれから最強を目指して戦っていきます。今ライトヘビー級のチャンピオン南原健太になりましたが、これから世界と戦っていくにはまだまだ力不足です。まだ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 だと思います。伊藤代表、まずは僕は日本で日本最強になってから世界に挑戦したいと思っています。日本人での最強を証明するために伊藤代表どうかよろしくお願いします。シュートボクシングでも K1 でもどこでもどの団体でも連れてきてください。僕が全員倒します。最後になりますが、これからも僕はもっともっと皆さんをビリビリしびれさせるような KO を見せていきます。 This is last な試合を見せていきますので、皆さん南原健太についてください。お願いします。おっす。ありがとうございました。ありがとうございました。そしておめでとうございます。今一度盛大な拍手をお願いします。いただきました。改めて宮城さん、はい、いや、いろんな方に支えられてっていう話がありましたね。でも、やっぱこうメインイベントが終わって、はい、興行が終わってしまうじゃないですか、はいはい、終わってしまった時に結構やっぱ南原選手以外のお客さんって多分帰ってしまうと思うんですよね、はい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 、でもこんだけ の, 選手あのお客さんが残ってるってことは、そのぐらい魅了してるんだと思うんで。なるほど。それはもう南原選手の魅力なんじゃないのかなと思いましたね、はい、それがやっぱ力になった。この南原健太選手の横にはお父様の姿もあります。そして極真会館の、これまで大変お世話になった方々、その人たちと一緒にこの喜びを分かち合いながら、さらに門さん、この姿っていうのはやっぱりこれまでたくさんこういろんなことを乗り越えてきたんだろうなっていう感じですよね。21年も競技やってるってことは、お父様だったら、ね、いろいろ苦しい時も見れると思うので、そうですね、そういうものもあって今日のベルトっていうのはすごい親孝行なんじゃないでしょうか、まあ、先ほど本当に宮城さんも試合後もうみんな帰っちゃうっていうような話ありましたけれども、はい、花道にはその極真会館の子どもたちでしょうか、もう多くの方がね待っていらっしゃるという感じになります。ヒーローすごいことですよね。こういうそのチャンピオンっていうのはね、人が少年なのキッズだったり、はい、であるべきだっていうようなね、チャンピオン、そういった姿をしっかり見せられるか南原健太。そしてこの後楽園に宮城さん、はい、また一つのこの南原健太のバナーが増えるっていうことになりますよね。そうなりますね、いやでもやっぱり今日は面白かったですね、はい、いや誰が MVP なのか、いやこれはもう本当にね、そうですね、8勝8KO でチャンピオン、
来てる試合は全部 KO 勝利ですからね。なかなかない破壊力ですね、やっぱり。はい。